ムーキーベッツ、インタビューにて、旧野球のワールドに今日の試合で何を伝えたいですか？ベッツ、僕らはファイターだということ。地には27アウトを取ってそれでも試合を続けないと勝てないこともある。僕たちは、本当に一致にまとまったチームだとみんなに見せられた。チームメイトが本当に大好き。こんな熱いバトルを戦い抜けたのも嬉しい。もう、とにかく仲間が大好きだよ。この一部になれたことが嬉しい。敬遠されたが、僕はフレディの前を数年打っているが、彼がダメージを与えられることを知っていたし、彼はそうしてのけた。旧おめでとうございます。なんというゲーム。明日またお会いしましょう。ベッツイエス、さあ。センキュー。大谷回ってきた時はこんなところで回ってくる。って思ったし、そこから右のベッツ申告敬遠で満塁、フリーマン初球でホームランって見どころ満載すぎた。ベッツ申告敬遠で怪我人なら勝負できると思ったんだろうな。フリーマン、ベッツ申告敬遠からのグラスラかよ。大谷避けたらベッツいるし、ベッツ避けたらフリーマンいるし、どうしろってんや。ドジャース、ヤンキース第一戦ドラマでしたね。ベッツを歩かせ、フリーマンがホームランとは。大谷敬遠ベッツ、そういう感じね。わかったよ、ホームラン。ベッツ敬遠フリーマン、そういう感じね。わかったよ、ホームラン。何この打線怖い。大谷敬遠はベッツ、ベッツ敬遠はフリーマン、フリーマン敬遠はヘルナンデス。何これ。ワールドシリーズでのサヨナラ満塁ホームランは史上初ってすごいね。大谷選手に活躍してほしいのはもちろんだけど、他の選手の活躍でも何でも良いので優勝してほしい。ドジャースは本当に良いチームだわ。毎回新たなスーパーヒーローが誕生する強みを持つドジャース打線にはあっぱれです。明日も山本投手と新たなスーパーヒーロー誕生と大谷に大いに期待し、後半のヤンキースの連続盗塁で試合の流れがヤンキースに行ったと思ったんだが、結果としてフリーマンの逆転サヨナラという素晴らしい試合だった。延長までも連れ込んだが、どちらが勝ってもおかしくなかったと思う。